はい、ということで、すっぴんになったので、メイクをしていきます。まず顔に日焼け止めを塗るんですけど、ゼオスキンの BS3 スクリーンを使います。これね、全然荒れなくておすすめ。あとなんかゼオスキンって皮むけのイメージあると思うんですけど、それも全くないやつです。こちらを、もうね、結構適当に塗ります。で、結構こうやって適当に私は塗って、この&B のスポンジで塗り広げます。でね、このゼオスキンの日焼け止め結構白くて、見てわかる通り、だいぶ白いので、しっかり伸ばします。ね、こんな感じで、全体に塗れたら、クレドポーボーテのタンクレームエクラ N ピンクオークル。これをこんぐらい指に出して、適当に点を消して、広げる。で、私はね、この、今肌荒れ若干してて、ほっぺのところが。だからここをね、多めに塗ってるんですけど、なるべく厚塗りをしないが最近のモットーなので、厚塗りなるべくしないようにしてます。適当にこうやって広げたらまたクッションで塗り広げると。はい。こんな感じで全体に塗ります。次、アイシャドウ。このデコルテのアイグロウジェムの BE386 を使います。これがね、めちゃくちゃ可愛い色で、使いやすくって最近ずっと使ってるんですけど、これをまぶた全体に乗せます。ああ、伝わらないね、色が。これがね、めちゃくちゃ色がつくタイプのカラーではないんだけど、可愛いんだよね。ちょっとベージュにしてくれて、すごい上品さが増す可愛いアイシャドウです。ありがとう。もうね、これからね、デコルテのアイシャドウにハマりまくってて、友達にもプレゼントした。そしたらアイシャドウパレットはこの2つを使うんですけど、キーミーアイカラーパレットのコットンローズと、おなじみのね、デイジークシャドウパレットのオータムブリーズです。キーミーの真ん中のカラーを目尻にちょっと塗ってから、内側と外側にぼかしていきます。で、こんな感じにこうやって塗れたら、真ん中の下のカラーをこの目尻に塗ります。結構ね、私がメイクをね、がっつりしないと顔の印象が薄くなる人なので、アイメイクは結構濃いです。で、涙袋なんですけど、これを見つけてからずっと涙袋に使ってる、ケイト・ザ・アイカラーの46番です。なんか綺麗に肌に馴染んでくれる色で、欠かせないカラーなんですけど、小さめのブラシにとって、涙袋に塗る。涙袋にアイシャドウを塗ったら、ヒーミーの真ん中の下のカラーをちょっと取って、涙袋のこの半分より外側に軽く塗ります。なんか白だけ塗っちゃうと、たまに涙袋強調みたいになっちゃうので、ちょっとなじませる。アイラインをね、一回描きます。アイラインはもうずっと同じ垂れ目。目に沿った垂れ目。はい、こんな感じでアイラインを引けたら、アイシャドウ。ヒーミーの右下のカラー、締めのカラーを、綺麗に目の際に茶色を塗っていきます。こんな感じ。私ね、こんなに濃く色を塗っても、折り込まれる、ここが。目の際がなんかね、内側に折り込まれちゃうの。ほら。
だからね、ここはね、濃いめに塗ってます。もうおなじみの目尻3分の1を塗っていきます。ここね、右下のカラーをこのね、眉毛用のブラシで塗って、わかるかな、目尻のアイラインとつなげるように軽く描きます。こんな感じで描いたら、ヒーミーの真ん中の上のカラーを薄く軽く取って、涙袋とこのアイラインのここ全体を軽く塗ります。こんな感じで、これをしないと顔面が真ん中に寄ってるので、アイラインをね、長く描いたり、目尻に重心を置くメイクをすると顔のバランスが良くなります。これをしないと本当になんか漏れない顔になってしまうんですよ、自分的に。そしたらファシオのアイブロウペンシル2番で涙袋の影と眉毛を描いていきます。黒目の下から目尻にかけて若干引く、指の爪で優しくぼかします。こんな感じで描いたら、結構この目の下が暗くなっちゃうので、ファンデーションとコンシーラーも作ってて、そのコンシーラーなんですけど、コンシーラーを若干本当にちょろっとこんぐらい目の下に塗って伸ばします。軽くね、寄れないぐらいな感じで、ほら、ちょっとオレンジ味をね、強くしたから、クマがね、綺麗に隠れるようなコンシーラーを作成中です。こんな感じ。はい、こんな感じでやったら、次眉毛。眉毛はすごく適当です。自眉にいい感じに沿って描きます。下描いたら、この斜めにシャッシャッシャッってしながら描いて上描いたり下描いたりで、スクリューブラシでぼかしながらいい具合にでいきます。こんな感じ。次、まつげ。もうちょっと暗めのカラーの資生堂のビューラー、これがめちゃくちゃいい、本当に。これはね、普通に資生堂のお店とかで購入できて、すごいね、カールしてくれるんですよ。これをちょっとマツパが取れてしまったので、全体にこうやって、うん、こんな感じ。結構ぐるんってやってます。そしたらマスカラ。マスカラは私、赤髪、今結構もう落ちたんですけど、赤髪自体は、赤髪にしてからずっと使ってたマジョリカマジョルカのラッシュエキスパンダーロングロングロングの RD505 番です。これがとっても可愛い、繊維の入ったコームタイプなんですけど、上まつげと下まつげに塗っていきます。こんな感じ。そしたらついにラメ。デイジークの左上のキラキラのカラーを涙袋の前の方とまぶたの中心に塗ります。アイメイクが終わりました。一回リップ、リップがアディクションのザリップスティックエクストレムシャインの5番です。これがティントなんだけど、めちゃくちゃツヤ感があって、しかもね、ちゃんと落ちにくくて、これはね、ちょっとオレンジ寄りの赤です。本当にね、これおすすめのリップです。皮むきも全然しないし、ティント乾燥するよって人にすごいおすすめ。次、あとはもうチークとかハイライトとかノーズシャドウとか。チークはまたこちら、もう大ファンですね、デイジークの。デイジークのパステルブラッシャー2番、コーラルヘイズです。軽く大きめのチークブラシにとって、ほんとサササッサササッ、
このぐらい。本当にちょっと血色感を与えるぐらい。そしたら、ノーズシャドウ。ノーズシャドウがこちら。イニスフリーのマイコントアリング3番です。これがね、なんとも言えないカラーで、イエベ向けではないし、ブルベ向けでもない、なんか不思議なカラー、ほら。なんかどっちとも言えないカラーでしょ。薄めの茶色。これがとてもとても肌に馴染みやすくておすすめなんですけど、最近は、このね、眉下の溝と、鼻下、鼻のこの穴の付近でちょっと立て、はい、こんな感じで、次ハイライト。ハイライト私すごく合わないと思ってたんです、自分の肌には。もうでもいいのを見つけてしまいました。ジューシーの5番。これすごいよ、なんかオーロラな感じ。これを軽く手に取って、鼻の縦の線と鼻の頭、ちょっとこの辺にも気持ち程度、少しツヤ出るかなぐらいな気持ち程度入れて、はい、毎日メイクの完成です。そしたらヘアセットしていきます。はい、ヘアセットしてきました。いかがでしょう。最近はずっと大人っぽいメイクが多いです。この間ね、東京36度、最高気温36度の時もマスクしてお出かけしたんですけど、汗はそりゃかくんですけど、汗をねちゃんと拭き取れば全然よれてないいい感じのお肌だったので、本当におすすめです。では今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイ。